ままもう少し歩こう肩を抱き消えゆく夢を数え枯れてく仲間を見た通い慣れた道に迷い込むこの頃闇がもう一人の自分を作る乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す君を誘って世界を見たいな目玉にコウモリの舌、イモリの足にフクロウの翼、ミイラの胃袋にヤギの肝、炎はゴーゴーグツグツ煮えろ。いつにしよう。再び三人がまみえるのは、騒ぎが静まり、戦いに勝って負けて、その後ならば日暮れ前に片付こう。怖い女、変身できない。すっげー、デュエルモンスターズのカード入荷したんだ。ああ、今やこのカードゲームの人気はうなぎ登り。どこに行ってもカードは売り切れ状態じゃん。実は私も勉強してるんだ、デュエルモンスターズ。へえ。よし、売り物なんじゃが今日は特別に2人にプレゼントじゃ。本当？いらっしゃいませ。ああ、残念、全部持ってんのばっかりだ。ねえ、これ見たことないカードだけど。ん？これはバイオレットヘカテ。なんと珍しいの。珍しいなんてもんじゃないよ。これは三姉妹の魔女カードの一つで、めったにお目にかかれないレアカードなんだ。わしも見るのは初めてじゃ。あげる。え、くれるって本当？うん、そんなに貴重なカードなら勇気が持ってた方が役に立つでしょ。やったー、サンキュー。いつもの通り子供っぽい勇気。どこに行っちゃったのよあの勇気は。あの人と勇気が同一人物なんて。ありがとう、アンズ。大事にするよ。うん。ん？さっきの客は、うん。はて。おはよう。おはよう。へえ、そんな珍しいカードがな。いいな、ミホも欲しい。あんたはルールも知らないでしょ。俺もやってみようかな。面白そうだな。みんなでやろうよ。ルールなら僕が教えるからさ、簡単だよ。うわ、破れた。ねえ、よく見てなかったんだけど、誰の下駄箱から落ちた。もちろん俺のところだ。バカ言え、俺のだ、俺のは。武藤遊戯様って書いてある。え、ここに。はい。で、なんだておい、なんて書いてあった。どうなんだ。イライラする風。ああ、俺が見る。俺は勇気の友達だ。勇気を間違えたんだってだろ。いや、俺とは似てるかな。貸しなさい。はい。前略、突然このようなお手紙を差し上げて驚いていらっしゃるでしょうね。でもどうしてもあなたにこの胸の思いを知ってほしかったのです。一度私と会ってくださらないでしょうか。放課後ドミノ公園でお待ちしています。かしこ影山梨沙。すごい、遊戯くんモテモテ。そんな、知らないよ僕影山梨沙なんて人。そんなの
の子って遠くからじっと見つめているものなのよ。ねえ、アンズ。うん。名は体を表すという。影山梨沙。これはあまりイケてない女の名前だ。俺もそう思うぜ。初めて気があったな。きっとフランケンシュタインみたいな女だぞ。影山梨沙か。かな二文字の名前の女ってのは全部外れなんだよな。みほ、みほ。ああ、みほちゃん。ユギ、でどうすんの？気が乗らないなら無理して行くことないよ。何を言う、相手は女フランケンだぞ。優しくしてやれユギ。今日は妙に気が合うな、ホンダ。おお、城之内。こら、押すなって。あれだけけなした割にはしっかり来てるじゃない。一応見とかないとな、女フランケン。そうそう。何よこの気持ち、なんでこんなにイライラするのよ。来た、アリだ。どけ、見えねえ。あの制服は黒バラ女学院、あのお嬢様学校の。顔が見えん。あのかわいい。あ、この子が手紙読んでくれたんですよね。はい。あのこれ私が編んだんですけど。ありがとう。私どうしてもユギ君とお話が。あら、綺麗なペンダント。どうしたの、気分でも。いえ、なんでも。私ドキドキしちゃって。今日は帰ります、ごめんなさい。あ、リサちゃん。うわー、こんな。わー、サマーベスト。すごい、これ手編みよ。愛情がたっぷりこもってるのね。恥ずかしいよ。悪いけど俺たち先に帰る。なんだか自信なくなっちまった。もう一度人生についてゆっくり考え直してみたいんだ。あ、大丈夫か、ホンダ。悪いな、ジョノチ。どうするのよユギ、あのリサって子かなりマジだよ。付き合うの？今日初めて会ったのに。そんなのも分かんないよ。じゃあ断るのね。うん、それでこそユギ。アンズ、もしかしてジェラシー？何言ってんのよ。私は友達として遊戯を心配してるんじゃない。当然のことでしょ。そんなにムキにならなくても。友達としてか。暗黒の竜王、一気に逆転じゃ。ん、心ここにあらずじゃな。あ、ごめん。せっかくのバイオレットヘカテが泣いておるぞ。もしもし？あれ？もしもし？もしもし？あの、わかりますか？あ、リサちゃん！あ、嬉しい。私のこと覚えててくれて。それは、その…もう一度会ってくれますか？明日の朝、同じ場所で。うん。そうだ。今度はちゃんと断らなくちゃ。これ、手編みの靴下なんですけど、よかったら履いてください。あの、やっぱり受け取れないよ。僕、君のこと何にも知らないし。リサちゃんはどうして僕に手紙をくれたの？ユギ君のうちゲーム屋さんでしょ？そこでユギ君を見て、それで、好きになっちゃって。でも、迷惑ですよね。私なんか、ごめんなさい。そんなことないよ。リサちゃんは綺麗だよ、とても。本当？じゃあまた会ってくれます？うん、嬉しい。なに？あれっきりあの子に会ってないって。うん。あー、なんともったいない。振られちゃったかな。残念。まあそんなとこだろうな。美穂応援してたのに。ごめんアンズ、
嘘ついて。今度こそちゃんと断るから。今度の休みさん、天気よかったらみんなでどっか行こうか。いいよ、ハワイ。ちゃん、それはちょっと無理じゃないかな。おう、じゃあな、ユギ。バイバイ。ユギ、あの女、間違いない。ビシッと言ってやった方がいいわよね。遊戯のやつ昔っから優柔不断なんだから。だいたいああいう女に限ってろくなのがいないのよ。え、風？遊戯が？いや、まあ、じゃがね、大したことはないんじゃ。じゃあ私ちょっとお見舞いに。あ、アンズちゃん、お邪魔します。わしゃ知らんで。遊戯、具合どう？あ、こんにちは。あ、あんた、なんでここに？静かにしてください。今やっと眠ったところですから。この家、風邪薬も置いてないみたいですね。ダメじゃない、私買ってくる。ただいま、遊戯お薬。あ、ハンズ。お薬なら私が買ってきましたから。いつの間に。あ、今そこで会ってよ。遊戯が風邪だって聞いたもんだから。大丈夫だよ、大したことないんだから。遊戯くんのお友達だってお聞きしたので。あら、もう氷が。私買ってくる。ありがとうございました。何あの女、女房気取りで。お待たせ。あ、氷なら私が買ってきましたから。また？アンズ、ゆっくり座っててよ。リサちゃんに任せとけば大丈夫さ。イュー。 なんであんたまでいんのよ。いや、そこでリサちゃんにばったり会ってさ、氷が重そうだったんで美化品としては持ってくださったんです。そうそう、そしたらユギが風邪だって言うじゃないか。これ大親友の俺としても放っちゃおけないだろ。そうだ、ユギ、みかん好きだったね。待ってて、とびっきり美味しいの買ってくるから。はい、ビカイン。何慌ててんだあいつ。そう、食品売り場は地下か。つもりなの？あんた。なんだ？どうした、アンズ？その女、スーパーのエスカレーターから私を突き落としたんだから。私が？しらばっくれないで。何言ってんだよ、リサちゃんならずっと俺たちと一緒だったぜ。え？そんなはずは。本当なの、ユギ？うん、気にしないでください。よくある顔ですから。嘘。じゃあ私の見間違い。でも確かに大した怪我じゃなかったんだろ。でも私、今日はこれで帰ります。え、もう？まだいいじゃないですか。遊戯くんに一つお願いがあるんです。あのずうずうしいんですけど、何か遊戯くんのものをいつも身につけていられるような。でもあれは何ですか？あれはデュエルモンスターズってゲームで使うカードなんだ。いろんな種類があるんですね。あ、これ綺麗。素敵なカードですね。これ記念にいただけませんか？ごめん、ダメなんだ、これだけは。大切な人からもらったものだから。ユギ。
いんです。それじゃまた、さよなら。ああ、リサちゃん怒っちゃったぞ。チーラネット、あんたたちこそ鼻の下伸ばしちゃってみっともない。ごめん、リサちゃん。じゃあな、ユギ。みんな、今日はどうもありがとう。明日また学校だな。でも、あんまり無理すんなよ。風邪は治りかけが肝心って言うからな。もういいから早く戻って寝てなさい。大丈夫だよ、熱も下がったし。ダメ。もう分かったよ。本当にもう世話が焼けるんだから。まるで姉さん女房だ。あ、なんか言った？別に。アンズ、今日はありがとう。ヴァイオレットヘカテのカードは、そこか。カードをよこせ。ダメだよ、これだけ。何？ユギ、よこせ、ヴァイオレットヘカテのカードを。ユギ、あなた、なんだ、何がどうなってるんだ。そうか、最初からあのカードが目当てだったの。嘘だろ、リサちゃん。危ない。待て、逃がすものか。驚いた。あれがリサちゃんか。とにかく一旦外へ。いつの間に。ザ、今のうちに。早く。どうなってるの。やろう。逃げろ、アンズ、ユギ。ガハッ。双子。あ、そんな、三つ子。大切なもののようね。どう？私たちと勝負しない？このパズルとヴァイオレットヘカテのカードをかけて。ユギ、やるしか、やるしかないよね。言うまでもなくライフポイントは2000点。勝った方がパズルとヴァイオレットヘカテのカードを手にすることができる。お前のカードは持ってきてやる。安心しろ、対戦相手のカードに細工したりはしない。ダメだ、攻撃力の弱いカードばっかりだ。一体どうすれば。もしかしたらまた会えるかもしれない、あの強い遊戯に。お前のターンからだ。どうした、早くしろ。スイーピングワーム。守備力が高いこのカードを壁にする。最初から守備とは随分弱気ね。ならばこちらはレッドヘカテ。ヴァイオレットヘカテと同じ三姉妹魔女カード。こんなレアカードを持ってたなんて。何よ今の。特殊な光が焚き込められてカードの幻影を映し出すのだ。次のこっちのカードは時計カード。このカードの時を受けてスイーピングアームは復活。さらに攻撃力1700のアイアンビートルに成長する。小賢しい。イエローヘカテ。そんな幻の魔女カードを2枚も。レッドヘカテとイエローヘカテは姉妹。2人が揃うことで力は倍増する。アイアンビートルなど敵ではない。ダメだ、ユギ大丈夫？また熱が。もう勝負がついたも同然だな。ついに三姉妹の魔女カードが揃う時が来たのね。いつにしよう、再び三人がまみえるのは。騒ぎが静まり、戦いに負けて勝って
その後で。ならば日暮れ前に片付こう。何？マクベスの三人の魔女のセリフか。まさにお前たちにふさわしいな、影山三姉妹。海馬くん。遊戯、この三姉妹はデュエルモンスターズ界では有名だな。どんな手を使ってでも欲しいカードを手に入れる。海馬。どうだ、この勝負俺が引き継いで続けるというのは。お前が勝てば俺のカードを全てやる。それにアドバンテージをやろう。バイオレットヘカテのカードをお前たちの手札に加えさせてやろう。願ってもない条件だろう。いいだろう、後悔するなよ。勝負だ。まずはサイクロプス、攻撃力1200。バカめ、ヘカテの敵ではないわ。このままカイバを倒し、私たち三姉妹がデュエルモンスターズ界の頂点に立つ。それはどうかな。次はブルーアイズホワイトドラゴン、攻撃力3000、デュエルモンスターズ最強のカード。これが噂に聞く、ブルーアイズホワイトドラゴン。しかしこちらには切り札がある。バイオレットヘカテ。3人の魔女が合体して伝説のゴーゴンが誕生する。その攻撃力はブルーアイズホワイトドラゴンと同じだが、ここは森のフィールド、魔女の力は高まり、たとえ相打ちになってもゴーゴンは死ぬことはない。どうかな。ブルーアイズホワイトドラゴン。何？ブルーアイズホワイトドラゴンが2枚だと？やった！負けた？そんな、ヘカテの三姉妹が。カイバ君、でもどうして？お前はこんな奴らにやられるべき男ではない。カイバ君。忘れるな。お前を倒すのはこの俺でなければならないのだ。俺は看護婦のミユキさんと出会った。ここは男らしく行くしかねえだろ。だがもう一人彼女を狙う医者がいた。黒い噂のつきまとうやつだ。しかし入院している妹のことを思うと手が出せねえ。そして第3のゲーム四天王はなんとスーパーモデル。さらに謎のゲームが災いを招く。次回、一発逆転、白衣の危機。俺は何もしてやれないのか。